皆さん、こんにちは。ガーラハンターです。今回は良さげなナイフをアマゾンで購入したのでレビューしたいと思います。スイステックというメーカーのナイフなのですが、ハンジョーグレートスターというメーカーが作成しているようです。ナイフスペックは 4.5 インチのホールディングナイフで、G10 ハンドルです。ブレードの厚みは 2.8 ミリメートルのフラットグラインド。フリップオープンタイプです。日本語説明書がついていて好感度高い。ロックはよくあるライナーロックです。オーソドックスなナイフなので説明書入らんかな。もう一つ小さいカタログ的なものがついています。英語はよくわからんのでポイ。では早速本体を見ていきましょう。おお、これはなかなか良いのでは。ハンドルもブレード具もバリなどなく、丁寧な作りで好印象です。ちょっと硬い。ネジ締めすぎてるみたいなので、後でトルクスレンチで調整します。ライナーロックは問題なし。ブレードもほぼセンターに調整されています。ちょっと画面では見づらいですがいかがでしょう？結構よくできてるんじゃね？サムスタッドがないので親指では開けれなさそう。ライナーロック側はこんな感じです。 Amazon のレビューではロックの位置が奥すぎるとか浅すぎるとかあったのですが、ちょうどいいぐらいかな。ピボットピンは手持ちのレンチと合うかよう確認です。クリップもよくある感じのでしっかりしています。では箱出しで試し切りしてみましょう。オメガの、やべえ、スパスパじゃねえか。 D2D1RC62 らしいですし、フラットグラインドでエッジも鋭いこともありかなあり、スパスパです。手で触った食感でも HRC 高めなのがわかります。こりゃあなんかあったときは研ぐの大変そうだな。若干根元の方が刃がぬるいので、後でストロッピングしておきますかね。ブレードの重心位置はこの辺りです。若干ハンドルヘビーな重心かな。まあだいたい中心あたりが重心で使いやすそうです。ブレードはご覧の通り、削ったヘアラインが残っている状態。このぐらいだと1500番か2000番ぐらいの傷かな。グラインドも特に問題なくフラットです。エッジ前までフラットグラインドで、エッジを最後につけるよくあるタイプですね。ブレードの上の方はチンピングとスエッジが切ってあります。ストーンウォッス加工なので、ブレード面以外の部分はザラザラした見た目です。触ってもザラザラはしません。ハンドルのお尻部分は樹脂製で軽量化されています。ここは G10 ではなくプラスチック系と思われます。 ティッシュを試し切り。ちゃんと刃がついてないと切れないんですよね。ティッシュ、やべえ、切れてる。そんなわけで、こんなに切れるナイフが Amazon で2000円ぐらいで購入できるとはマジで驚きです。注意点として、若干商品に個体差があること、中華製なので、D2 そのものも中華製の可能性あり、中華以外より中華製は錆びやすい、刃こぼれ、欠けることがあるという情報あり、そういったデメリットを考慮しても2000円なら試す価値がある一本になっています。ホールディングナイフなので間違ってもバトニングとかしないでね。終わり。ご視聴ありがとうございました。音声は、ボイスボックス。四国メタンでした。